黒子のョウは、蝶目縦芽蝶か蛇のウ蝶赤に分類される、蛇のョウの一種。蛇のウ蝶赤の中でもこれらこのョウの仲間は特に、異端であり、他には、白ウ化にしかない、足の爪が二分する形態を持つ。静止時に羽を開かないのは、蛇の芽蝶からしい点である。気温も下がった、白母時には水を得た魚のように活発に活動する。日中和の成虫は、 里山のソリンや開けた竹林の枯れ草や落ち葉の間に息を潜める。森林性が強く、茶色い色にしか見えない地味な模様と、不整合な飛び方はがを思わせる。蝶を見慣れていない人が本種を見てもほとんどががだと思うであろう。捕獲して羽を開いてみると、全指標の上端に大きな崩れた蛇の芽が見える。夏型と秋型があり、夏型は秋型と比べて比較的黒っぽく。 羽裏には小さな蛇の目模様が並ぶ。秋型は羽裏が枯葉模様になり羽の縁が尖る。幼虫はまばらに生えたジュズ玉等の葉に密着している。緑色の保護色で揺らしても動くことは少ない。植草が密生する場所では生息が確認できない。里山の道端や畑の一角に茂る人か,かえほどの株に数十頭が生息している。 株全体を食べ尽くすほどは群生しない上、葉の片方を食べることが多いので、見慣れないと幼虫の発生を見落としてしまう。白母子に活発に飛翔する成虫の特性から、ジュズ玉等の密集地では飛翔中に葉との接触が避けられないので、ポツンと離れた株に散乱する。このため、カヤネズミ等天敵の捕食からも逃れられる。成虫は晩秋の気温も下がった。 白母寺にも水を得た魚のように活発に活動する。飛翔力は強く時間を巧みにすり抜けたり、常緑樹を高速で飛び越えたりして、樹液や熟した柿の汁を吸いに巡回する。熟し柿を見つけるとかなり暗くなってから定時に飛来する。強い照明には落下するように逃れるので、死人や捕獲にはそれなりの技術と綿密な事前調査を要する。日中は、 樹幹の地面近くで休息することが多く、保護色を過信しているようで、見つければ、比較的容易に素手でも捕まえられる。多くの成虫は、里山のソリンや開けた竹林の枯れ草や落ち葉の間に生息する。植草周辺は枯れてしまうので、越冬は成虫が樹幹や竹林の落ち葉の間でする。このため、比較的低温でも飛翔できるが、 積雪地帯での越冬は難しい。暖冬が続く近年は、関東地方まで分布圏を北上させている。幼虫の植草はすすき、ジュズ玉などの稲か短子用植物。サナギは丸い水溶を形成する。越冬体は成虫である。薄暗い森林でよく見られる。光を好まないのか、植草が多分に生えていても、ソリンや人家周辺ではあまり見られない。 日本国内では本州以南で見られるが、沖縄にはほとんどいない。ありがとうございます。